後藤輝樹です、今回の動画は俺は俺を信じてついてきてくれる人のために俺は命を使うっていう動画です。まあ、なんでこういう話するかっていうと、あの音の葉さんっていう YouTube の、 あのアカウント名 YouTube アカウント名音の葉さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その人が、僕をすごいあの分析して評価して、後藤輝樹様の方がすごいんですよみたいなね、動画を上げてくれるってるんですよ。で、僕はすごいそれ嬉しいんですよ。本当に、あの、前の動画でも見ましたけど、それ、僕感動してるんですよ。っていうのは、今まで、後藤輝樹のここがいい、あの、分析してここがいい、ああだっていうのを、公で言ってくれてる人って、多分ね、いないんですよ。音の葉さんが初めてなんですよ。もちろんね、あの、軽くね、あの、なんていうんですか、まあ、俺のこといいって言ってくれてる人は、まあ、いるかもしれないですけども、ちゃんとそこまで分析して、で、顔出しして、公でね、言うっていうのはね、すごいなって思います。嬉しいなと思います。公じゃなくてね、言ってくれてる人は、まあ、割といますけど、公で言うってこれ、大変なことだと思いますよ。で、音の葉さんがね、正直何者かよくわかりません。僕は謎です。音の葉さん謎です。どういう人かも全然わかんないんですけど、面識もないですし、わかんないですけども、そうやってね、自分をさらして、その、僕をね、こう評価するっていうのはね、僕はすごい嬉しいですよ。だから僕はね、本当に、なんていうんですか、僕はお父さんに対してね、俺はもう友達だろって、僕はその、コメント欄で言いましたけども、別に本当に、なんていうんですか、俺を信じてきて、ついてきてくれる人とか、そういう俺のことを理解して、俺を支持してくれる人に対して僕は本当に逆にね、僕は命をね、その人のために命を使いたいと思うし、本当に一心同体とか、もう心中する覚悟でね、僕は付き合いたいって思います。そういう、そのぐらいね、僕は結構熱い人間なんで、まあただね、だけどその大人さんがね、じゃあ一緒に心中してくださいって言ったら、心中はちょっとできないとは思いますよ。それはなぜかっていうと、俺が、死んだりね、亡くなったりしたら、困る人、悲しむ人とか、で、大人さん以外にも、ね、大人さんが俺のこと悲しむかどうかわかんないけど、ね、そこそこいたりもするんで、あれなんですけども、でもそのぐらいのね、気持ちはあるっていうことなんですよ、僕は。だからやっぱね、そういうのって、なんていうんですか、自分のこう、身をこう、晒して、ね、こう、応援するって、こう、やっぱね、大事っていうか、なんていうんですかね。自衛隊って、結構あんま信用されてないんですよ。アメリカ軍とか。なぜかっていうと、自衛隊とか日本って、血を流さないからなんですよ。お金は出すけど、血は流さない。だからちょっと、みたいな、あるわけですよ。それと同じ原理というか、そうやって、自分のリスクとか、まあ名前を出すとか、名前も大人さんの名前もよくわかんないですけど、顔出して、自分さらして、後藤輝樹はここがすごいみたいな。で、ここのこうで、あ、すごいみたいな、いうのって、リスクあると思うんですよ。まあ、まず顔出すのもリスクあるし、さらに後藤輝樹を応援するっていうのもリスクあるわけじゃないですか。その中、そうやって、言うのってすごいなと思うんですよね。まあ別に大人さんがね、今後ね、やっぱ気が変わったとか、そういうのもあるかもしれないですけども、僕はそんぐらい嬉しいなと思ってます。だから僕は19歳の時から政治家を志して、初めてですよ。これ、公で、後藤輝樹様すごいですみたいなことを、おっしゃってくれたのはね、大人さんが多分初めてだと思います。こんだけね、熱心に言ってくれたのは。だから僕はすごく嬉しいし、そういう人たちのために僕も頑張ろうと思います。もちろんね、世のため、人のため、公のために、恩返しのために、僕は頑張るっていう前提がありますけど、もちろん、その中に、全然区別、差別はあると思いますよ。やっぱり自分のことを応援してくれてる人、支持してくれてる人、支援してくれてる人に対して、やっぱ、まず第一に考えたいっていうの、身近な人から考えたいっていうのはありますので、そういう意味ではね、本当に、だからこれは音の葉さんだけじゃなくて、そういうね、熱いつながりを僕は築いていきたいと思ってるので、
一緒にね、やっぱ日本を変えるとか世の中を変える、世界を変える、まあ、僕はもう革命家ですから、日本の、まあ、世界の革命家、宇宙の革命家とも思ってるんで、やっぱ革命を起こすっていうのは仲間が必要なんで、そういった熱いつながり、絆があるつながり、同志、そういった人を僕は求めてますんで、もしね、世界を変えたい、日本を変えたい、そういう人がいたら一緒に、俺と一緒に命をかけて日本を変えることができたら、変えることができたらとか言っちゃいけないのか、日本を変えよう、一緒に変えよう、うん、だそういう人を僕は求めています。ということで、後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。